あ、伊藤さんどうもお世話になります。サイトの田村です。はい、お世話になります。はいはい、伊藤さん今お時間大丈夫でしたか？はい、大丈夫です。はい、それで伊藤さんこちらですね、今新規無料会員さんの中から抽選で50名様ではあるんですけれども、特別情報というのも提供しております。はい、それでこの特別情報というのはあらかじめ着順が決まっている競馬情報なんですけれども、伊藤さん、あらかじめ結果決まっているレースってあると思いますか？あらかじめ結果決まってるったら八百長じゃないですか？あ、そう言い方はしたい。そうですね、八百長ですね。はい、伊藤さん実際にあると思います？いや、お目にかかったことないけどあるんじゃないかな。あったら面白いなと思ったけど。なるほどですね。でもお目にかかったことないってことですね。わかりました。ありがとうございます。あのですね、伊藤さん、そういたしましたら、やっぱりそういう必ず的中する情報があれば聞いてみたいというのはもう当然のことですよね。あればね。そうですよね。一応ですね、伊藤さん、弊社の会員さんはですね、遊び程度でマイナスにならなければいい、まあ、ギャンブルと言われる確率の競馬ですね、それをされる無料会員さんと、あとはですね、遊びよりもやっぱり俺はもう目標達成のために、まあ、それだったり合流のためにもう絶対確実にお金を稼いでいきたいと、もう言われる特別会員さんに分かれるんですね。はい、伊藤です。どうもお世話になります。はい、どうも。斉藤新三郎町田です。はい、町田さん。はい、はい、お世話になっております。はい、審査の結果をお伝えしたのですが、伊藤さん、今お時間はよろしいでしょうか？はい、この度はお疲れ様でした。はい、今回は1名枠に対して数名が審査をいたしましたので、はい、厳格な審査になりました。はい、それでは早速審査の結果をお伝えします。はい、今回の審査の結果は、見事合格になります。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはいかがですか？いや、ダメかと思ったら、はい、ありがとうございます。どうでしたか？はい、はい、伊藤です。あ、伊藤さん、どうもお世話になります。田村です。はい、それではですね、今回の特別情報、早ければ あ、これでも1月の12、はい、もしくは11、土曜か日曜日、どちらかで1です、提供です。はい、どちらかで1です提供になります。はい、はい、それで買い目につきましては、馬の枠順が決まり次第報告となりますから、はい、はい、これは基本当日の提供になります。はい、はい、あ、今から数字がいっぱい出てきます。はい、ちなみにですね、その金額は、こちら3万円になってます。はい、馬券を買うお金ですね。はい、それでオッズが大きいですね、614倍の確約になってますから、614倍。はい、はい、最低でも1842万円の配当、これもすでに確定しています。わ、これ大きいです、初回の時は。はい、はい、ただですね、これ年に12回はありますけれども、はい、伊藤さんは奇数月の会員さんになります。はい、はい、そこはもうよろしくお願いします。はい、それでそのうちの 85% が伊藤さんの取り分ですから、はい、85% をすると、これが1,565万7,000円です。はい。はい、それで残りの 15%、はい、これを会社、まあ、弊社はこれが利益になりますから、うん、弊社に納めていただきます。はい。ですので、この1,565万7,000円、これでも多少上がりますので、一応これが基本の数値と思っていてください。はい。これはもう最低でも利益確定になります。はい、伊藤さん、すごいでしょ、金額。はい、はい、それでこの特別情報の事前にかかる費用、まあ、伊藤さんが一番心配されていた部分ですね。はい、これが、今回のレースがこれが644万7000円になりますから、は
伊藤さんの純利益、うん、今回1レースのみ参加をして純粋にプラスになる、まあ、儲かる金額ですね、うん、これが921万円になります、うん、はい、伊藤さん、ここまではしっかりメモは取れました。はい、ありがとうございます。伊藤さん、それでこの特別情報、事前にお金はかかるんですけれども、うん、644万7000円のお金、これどのように用意しようと思われますか？644万7000円か。はい、そして何かの株売るだな。はい、はい、それで今から口座をお伝えいたします。あ、そうですか、うん、はい、はい、いいですよ、はい、どうぞ。はい、山梨中央銀行。え、また変なとこだね。山梨中央銀行さんなんですよ。山梨中央銀行、新宿のど真ん中にもあるんですよ。そうです、そうです。はい、そして町田支店、普通の簡単な方の町ですね。はい、の普通預金、支店の普通の、はい、000000、はい、で4342、はい、はい、それで弊社の資金を運営している会社になります株式会社アポロイーストというところになります。株式会社アポロイースト。そうです。 ありがとうございます、伊藤さん。それでこの山梨中央銀行さんなんですけど、はい、普通は株式会社だったらか右括弧になるじゃないですか。そうですね、普通はね。これがですね、かピリオドになります。ピリオド。そうなんですよ、カードットですね、あの下の点になるですね、はいはい、格好ではなくて、はい、はい、これはちょっと伊藤さん注意していただければと思います。はいはい、おかしいよね、そんな会社の名前と、だいたいそもそも会社の名前がさ、はい、ここは何、株式会社サイトなの？違います、違います、アポロイーストさんはうちの資金、これすべて管理してもらってるんですよ。まあ、当然税金対策もあります。なんで自分のところで管理しない、普通管理なんて自分のところでやるものであって、ねえ、お宅のホームページ見てもね、会社の社長の名前も書いてないじゃないですか。せめて社長の名前がね、口座名だったらまだ信用できるけど、はい、ね、お宅の会社がサイトという会社でね、口座名株式会社アポロイーストに振り込んでくれ言われても、はい、それはもし振り込んだ後、おい、あれ返してくれ言われても、いや、そんなうちの会社に振り込まれていませんなんて言われたら、終わりじゃないですか。そうでしょう。考えますよね、伊藤さん。当たり前ですよ、こんな。お宅会社は東京でしょ？新宿区になってるけど、なんで山梨中央銀行のそんな株式会社アポロイーストに振り込まなきゃいけないんですか？これがもううちが委託してるからなんですね。なんで委託するんですか、そんなこと。なんで委託する必要があるんですか。自分ところの会社で全てやるべきでしょう。まあ、そうですね。ただやっぱりその資金の管理っていうところがやはりもう弱い、まあ、そして金額も大きいということから、金額が大きいから余計他人に依頼するよりも自分ところでやるべきでしょう。お宅の社長がやればいい話でしょう。お宅の会社の社長の名前にしておけばいいんじゃないですか。そう、できればいいですよね。おかしいよ。ただこれででも実際に情報元とのすべてお金のやり取りももう任してるんですね。おかしい、もう世間の常識から外れてるね。こんなの初めてだよ。え、そうですか。そうですよ。結構ね、特別情報を得るためにね、はい、例えば644万7000円を全納しなきゃいけないでしょう、はい、こんな大金を振り込むのにね、会社の名前と違う名前のね、はい、口座名に振り込むなんてのはおかしいですよ。あ、じゃあ伊藤さん、ちょっとそこ調査してみましょうか。いやいや、それからね、はい、例えば投資金額3万円でオッズが614倍になって、はい、1842万円当選する、はい、もうこれは確実にもう分かってるって言ったじゃないですか。分かってます。要は八百長ですよね。上がります。うん、そうでしょう。はい、そんなね、まあ、言ってみればそうです。そんなね、それをまあ絶対漏らしちゃいかんぞはいいけども、はい、会ったこともない人にそんな大事なものを喋っちゃっていいんですかという。あ、大丈夫ですよ。特別会員さんには話します。特別会員だってまだ会ったことないですよ、私。あなたに一度も信用なんかないでしょう。
信用ですか？信用ゼロでしょ。信用あってもだからなかなか信用できないのにさ。まだあなたね、審査通ってないです。身分証明書もまだ見せてないですよ、私。そうです。そうです。どこの誰だかわかんないでしょ。くださいって言いましたよね。どこの誰だかわかんない人間にね、そんな教えていいですか？そうでしょ。それは詐欺ちゃんですね。詐欺ちゃん。詐欺ちゃん。本当失礼ですからね。失礼ですよ、あんた。詐欺ですね。本当失礼ですね。本当に詐欺ですね。本気で伊藤さんのあの目標どうにかしたいって思ってたんですよ、私は。本気で騙そうとしてたんですね。腐ってますね。それは本当に侵害ですよ。詐欺。伊藤さん。良いお年をお迎えください。伊藤さん。はいはい。それは私に謝ってください。はあ、いや、謝りません。あなた謝ってください。私を騙そうとしたんですから。私を騙そうとしてないじゃないですか。騙そうとしましたよ。ふざけるんじゃないでしょ、伊藤さん。ふざけんじゃないよ、あんた。詐欺られて初めて詐欺ですよ。詐欺です。あなた詐欺です。そんな八百長なんてないんだから。なんでそれが言えるんですか。伊藤さん知らないのになんで言えるんですか。参加して配当も取ってないのに。はい、サイトという。はい。あのキーワードでね、ネットで探すといっぱい出てくるね、はい、競馬サイト詐欺で探すとサイトに騙されたなんて。なんて出てきました。騙されたって詐欺です。詐欺書いてないですよ。いや、騙されたって書いてあります。いや、そこちゃんと答えてください。なんて書いてありました、はい、伊藤さん、そこちゃんと答えてください。あの詐欺被害返金相談お任せくださいなんていっぱい出てきますね。被害に遭ったっていう書き込み絶対ないでしょ。いや、ある。被害に遭ってたら、皆さん書き込みあります、あります。あった、ありました。読んでもらっていいですか？いや、読んでったって、お前、今読めっていうわけねえからね。これないもん。あなた自分で探してごらん。ネットで。いや、絶対にないですよ。被害に遭ったって。叩かないじゃダメだよ。あの、アルファベットでサイト。はい。当然見てますよ。もう競馬情報会社で叩かれるのはもう当たり前ですから。はい。ただ、被害受けたっていうのは絶対にないです。被害受けた、あります。なんて書いてありますか？被害受けたって書いてあった。騙されたって書いてありました。はい、書いてありました。騙されたら絶対書いてないです。だから、そういう人がいましたね。私ももうちょっとで引っかかるところでした、ということですよ。私はまだ、あの、引っかかりそうになったかな。まだ被害に遭ってませんから、そういうところには相談しませんけども。ね。伊藤さん、朝、まあ、約束した時間に連絡をしないとか、そういうことも本当にやめてください。はい、こっちも心配になるんですから。ああ、逃がしたと思って心配になったかもしれないね。何すか逃がした。カモを逃がした、ということで。伊藤さん、なんか酔っ払ってんすか。酔っ払ってない、僕酒飲まない。正気になった方がいいっすよ、本当。いや、あなたもね、真面目になってね、もうこんな仕事やめた方がいいよ。詐欺から足を洗いなさい。伊藤さん、ほんとふざけないでくださいよ、詐欺とか。ふざけてません。ふざけてはいません。ふざけてますよ、ほんと。ふざけてないよ、あなたでしょう。じゃあ俺が詐欺じゃなかったらどうするんすか。どうもしない。どうするんすか、そこは。なんて責任取るんすか。責任なんて取らないよ、私。は？責任なんて取らない。詐欺してない人間詐欺って言うんすよ。はい。詐欺です。悪いことでしょうもん、それは。いや、詐欺に向かって詐欺というのは全然悪くないですよ。言ってないよ、お前。はい、ふざけんなよ、ほんと。ふざけてませんよ、あなたこそ。ふざけてるだろうが、お前。ふざけてないよ。あ、お前詐欺やられてない人間に何詐欺って言ってんだよ。詐欺です、詐欺ちゃん。あんた詐欺ちゃんだ、ほんとやられてるだろ、お前。え、はい、お前会ってやるから出てこい。ちょっと、いや出ていきません、寒いから、こたつの中で。ふざけんなよ、はい、お前ホントに。あのね、詐欺やってない人間詐欺って言われたらね、うん、頭くるんだよマジで。そうですか。あんた詐欺って言われたらどうするの。ん、詐欺と言われたら、あ、詐欺やめますと言って真面目に働きます。詐欺やってなかったらっすよ。
あ、やってなかったら詐欺ではありませんというわけです。それで言うでしょ。うん、言いますよ。私もそうなんですよ、本当に、うん。そうですか。伊藤さん、本当に、すいません、もう今本当熱くなったんですけど、はい、もう、本気なんで、稼いでもらいたいという気持ちは。はい、本当に稼げるんだな、自分で稼ぎなさいよ。自分で稼げないから詐欺やってんじゃないの、そんな。そんな情報でね、3万円買ったらね、1800万になって帰ってくる？そんなね、いい情報があったら自分でやるよ。他人にはね、教えない。伊藤さん、だから600万するんじゃないですか？ね、3万円、で、3万円買ったら1842万円になって戻ってくるなんていう情報があったらね、自分で買ってね、他人には教えないよ。教えてるじゃないですか。教えてるじゃないですか。教えたら損じゃん。自分で買えばいいじゃん。伊藤さん、精神病院自分だけじゃないね。自分の兄弟とか親とかね。みんなに教えてやった方がいいんじゃないの？兄弟とかさ、教えられないでしょ。なんで？赤の他人ですよ、私。あなた一度も会ったことないよ。家族でやってるわけじゃないんすよ。うん。じゃあ、奥さんに、ね、教えりゃいいじゃん。夫婦で稼げばいいじゃん。できないですよ。情報漏洩で私の首が飛んでしまうじゃないですか。情報漏洩だ。そんな情報あるわけないじゃない。八百長情報なんて。じゃあ伊藤さん参加してみますか？しません。取ったらわかるじゃないですか。そして、謝ってください。謝りません。なんで取ったら謝れるでしょ？いや、謝りません。取らなかったら私が謝ります。あ、そうですか。はい。はい。謝ってください。え、まだレース来てないですよ。うん。もうね、僕はね、それ信じてないから。次のレース教えて、じゃあ。これとこれ1着、2着、3着、これが来ますと言って、教えて。教えれるわけないじゃないですか。なんで、私ね、信じてないからね、それ買わないから。え？いや、伊藤さん、買わないからって言って出すような会社だったら逆に信じない方がいいですか？じゃあね、ゲートに入ってから教えて。私、電話するから、その時間に。あ、伊藤さん、わかりました。ゲートに入ってから教えるのは情報漏洩じゃないと思われてるってことですよね。いや、情報漏洩になるかもしれんけども、価値のない情報ですから、漏れたっていいじゃないですか。価値がないじゃないですよ。こういう情報だから、どっから出てるっていうのをバレてしまうじゃないですか。バレたっていいじゃないですか。伊藤さんがこれ何着で自分が詐欺でないということを、ね、自分が詐欺でないということを証明できるんですから。それ伊藤さんに対してだけでしょ。そうです。私に対してだけね。悔しくないの？私に詐欺だ言われて悔しくないんですか？でも、一人のためにそんな、もう一人のためにやればいいじゃん。そんなことできない。黙ってりゃいいじゃない、そんな。私に教えたことなんか黙ってりゃいいじゃん。そうでしょ？あ、逃げた。はい、もしもし。あ、もしもし。はいはい。あ、伊藤姫様でよろしいでしょうか？はい。あ、すいません、先ほどですね、担当の田村とお話しされていたと思うんですけども。申し訳ございません、ちょっと田村ですね。ちょっと伊藤さんの方にいるとお話しされたみたいで。はい。なんか誤解されていたら大変だなと思いまして。はあ。はい。あんた誰？やっぱちょっと、私、酒井と申します。ただの定石それさせていただいてるものなんです。酒井？はい、そうです。はい。はい。まぁ、ちょっとですね、田村の方も、はあ、やはりまぁ、ほんと会員さん稼がせるためだけにお話ししていたことなんで。はあ。はい。まぁ、ほんとに、田村ほんと、家族も持ってますし。はあ。はい、もう本当にこの仕事に対して命がけでやっていた人間なんですよ。命がけでやるような仕事かね。まあそう思われると思うんですけども、はい、まあ、もし、なんか機会があればですね、伊藤さんの方から、はい、またいいお付き合いできればと思ってるんですよ。いや、あんまり付き合いたくないな。そうですよね。そう思われますよね。思うよ。はい。このサイトという会社は、これ始めてからどれぐらいになるの？これですか？ 15 年です。15年も？そう、最近でしょ、はい。今年になってからでしょ。あ、何かお調べになられたんですか？いやいや、こういう会社ってさ、はい。コロコロと名前をしょっちゅう変えるからさ。あー、まあ、そういったご経験があったんですね。そうですね。あー、過去にですか？過去にね、大体似たようなもんでね。あー、なるほど。
うん、馬をね7頭教えてくれてね、今度のレースでこれで注目してくれとか言ってね、はいはいはい、中の1頭が合図を送るから、なんかどっかで聞いたことあるなと思ってさ。ああ、それとご経験があったんですか。ありますね。あそこも一緒だったね。どこ、なんていう会社ですか。なんでしょう、もうたくさんあったから忘れた。たくさんお付き合いされてたんじゃないですか。はい、みんな詐欺の会社だね。うん、毎回毎回失敗されてきたんですか。というか、お宅の会社あんまりうまいやり方じゃないな。ああ、どういうやり方だったあのね、口座がね、口座がね、はい、なんでお宅サイトという会社なのに、山梨中央銀行のね、はい、株式会社アポロイーストの、その、口座名なのかな。そこなんか普通ね、普通の会社だったらね、絶対ありえないね。株式会社サイトならわかるよ。あ、うち株式会社じゃないんですよ。じゃあ、株式会社じゃなくても、とにかくサイトで口座ができておればね。あるいは、サイトのホームページの見ると、社長の名前がね、はい、なんとか米さんだと。その社長の名前だったらまだいいわ。ああ、なるほど。そうでしょ。だからそこへもあの振り込んだという証拠になるでしょ。はいはい。ところがね、後で金返してくれ言われてさ、株式会社アポロイーストへ振り込んだだろうって言われてもさ、いやそんな会社知りません言われたら終わりじゃない。うちはサイトという会社ですよ、何ですかその株式会社アポロイースト、知りませんよって言われたら終わりでしょ。ああ、うん、だからそんなことがね絶対ありえないんですよ、普通の会社ならね。社長の名前か会社の名前の口座名でないとおかしいですね。そこがおかしい。そんなことありえない。ねえ。はい。はい。644万7千円を振り込ませようとしているのにね、そんないい加減なことでいいと思いますか。まあ、そう思いますね。おかしいでしょ。いや、もうそれとおり。それからね、漏らしちゃいけない、漏らしちゃいけないって言うけど、そんな大事なね、はい、八百長情報をね、見ず知らずの人にね、漏らす。ああ、なるほど。でもおかしいですよね。で、3万円しか買っちゃいけないよって言われてもね、30万円買うよって言ってもさ、わかんないじゃない。赤の他人だから。ああ、なるほど。そうでしょ？だからそこら辺がね、矛盾が多すぎるね。ああ、うん、それは何かっていうのは田村から聞いていませんか？聞いてますよ。これは規則違反。オッズがね、下がるから、ね、余分に買うとね。はい。うん、いけませんよって言うけど、じゃあ買ったから、じゃあ犯罪になるかというとならないでしょ？みんな買うがね、本当に当たるんだな。3万円しか買っちゃいかん。3万円買うと1842万になるっていうこと。じゃあ30万円買えば1億円以上になるなと。はいはい。そうでしょ？みんなやるよね。そうですね。そんなことありえんよね。絶対当たるから、3万円しか買っちゃいけないって言ったらさ、そんなことむちゃくちゃになっちゃうから、そんなことやらないはず。そんなことやるぐらいだったら、自分たちで買うよ。うちの会社はですね。うん。あなたが自分で買う。そうでしょ。以前はうちの会社だけで投資してたんですよ。ああ、その方がいいじゃない。なぜそれをしてるかっていうのは田村から聞いてませんか。なんか税金対策とか言ってたけど。ああ、そうですそうですそうです。おかしい、それもおかしい。税金対策なんかね、税金払ってでも自分のところで買った方が儲かる。法人税3割払ったとしても、例えば1億円当たったとしても3000万円法人税払っても7000万円残るじゃない。はいはい、わかりますか。わかります。それを3000万円を払いたくないために他人に買わせて、その何割かをもらって、そっからなんてそんなめんどくさいことやってるよりも、素直に3000万円法人税払った方が儲かります。ああ、結構詳しいですね。詳しいですよ、僕経理やってるから。ああ、そうなんですか。うん、法人税の経理やってますから。ああ、そうなんですか。うん、だからそんなことありえないんですよ。うちの会社は的中バッグをいただくことで税金の種類変えてるんですよ。いや、そんなことない、そんなことない。八百長ね、八百長やって稼ぐのにね、税金が払う必要ないです。でも競馬って税金って八百長やってるんですよ。八百長やってる、八百長なんて違法行為でしょ。違法行為やっといてね、所得税なんか払う必要ないですよ。それこそ覚醒剤売ってるヤクザと一緒。覚醒剤売ってね、儲けた金でね、それ消費税余分に取ってね、それちゃんと税金納めるヤクザいますか。まあ、いないでしょうね。そうでしょ、だから同じだって。ああ、なるほど。覚醒剤よりいいかもしれんな。
うん、まあこっちの方が全然問題ないですから、まあ、真面目にやってちょうだいね。まあ良いお年をお迎えくださいはい、ね、もうちょっとうまくやりなさい。もっとうまいやり方あるよ、ほんと。どうせやるならね、日本一の詐欺師になってね、お父さんお母さん喜ばせてあげなさいよ、あんた。まあ、だったりとさ、やり方教えてくださいよ。うん？じゃあ、ほんとね、僕ロト6とかね、競馬とかね、パチンコとかね、いろんな詐欺師こう、アタックしては調べてるんだけど、うまいことやってるところもあるんですよ。そう、うちがどういう詐欺をやるか。オタクはね、オタクはあまりにも下手くそなんで、ちょっとかわいそうになってきた。田村君よろしく言って、もうちょっとね、もうちょっと真面目に勉強してやってください。もうちょっとマニュアル揃えないか。うちがどういう詐欺やるかっていうのを、まあ、調査してたと。はい。いろんな詐欺師をね、調べてる。ああ、うん、正義の味方ですね。正義の味方のつもり全然ないです。なんで？本当。で、一応警察には知らせるからね。はい、山梨中央銀行の町田支店普通口座000-4342株式会社アポロイースト、この口座凍結しますので早いとこ引き上げた方がいいよ。ああ、その口座をですね、口座ね、凍結しますから、もうこれ早いとこ全部入ってるやつ全部抜いてね、はい、もうこれ使えない明日から。でもあれですか、伊藤さんの方で、はい、何かその実際に田村が被害合わせてない中で、はい、凍結ってできるんですか？あ、できますよ。あ、そうなんですか？はい。うちが作業やっていなくてもですか？もう、ずーっと録音してたからね、八百長だよっていう話をするところから、ずーっと録音してたから、これ持って警察行きますので。うん、あー、なるほど。はい。まあ、それ全然、まともな会社じゃないでしょ？まともな会社じゃないよね。八百長情報を売りますってだけで。そうでしょ？でもほら、八百長って月 100% 当たるかどうかの問題。いや、 100% 当たるって言ったよ。 100% 当たります。3万円の投資でオッズが614倍で1842万円ですと、はい、で手数料として情報を得るために644万7千円を払ってくださいって言って今言った口座を教えてくれたんです。これずーっと録音してましたから、これ持っていきますので。 100% 当たるっていうのは、はい、まあうちもそのようには伝えていない。いや、確約、絶対当たるって言いました。録音してますので。あ、そう、絶対が 100% っていうふうに捉えられてることですね。まあ、そこら辺の言葉のあれはどうかわかんないけども。うちは 100% って言うと、それでもし外れてしまったら嘘になってしまうので、100% とは絶対言わないですよ。そうですか。いや、絶対だ。絶対だ。その絶対っていうのが、まあ、どっちにしろ警察に行きますので、はい、早いとこそれ中身抜いといた方がいいよ。まあでもほら、うちもその伊藤さんに対して何かお金を取ったわけではないのにですね。うん、取ってないね。取ろうとしたけど。それはやっぱほら、取ろうとしたけどね。やっぱり田村も。まあね、良いお年をお迎えください。まあそういうふうに思われてしまう、ね。じゃあ俺今からちょっと年賀状書かないかんから、もう切るで。うちもですね、その警察の方から電話かかってきたら、やっぱり対処しなくちゃいけないんで、はい、うちが詐欺じゃない、会社じゃないっていうことですね。はい。どこの警察ですか？どこの警察でもいいじゃない。いつもの警察、もう馴染みになっててね。はい。あ、どうもどうも、また、あったか。うん、てんで。はい。じゃあ、そういうことで、良いお年をお迎えください。わかりました。まあ、うちもそんなことを決断されると。もう名前もぼちぼち変えた方がいいよ。もう毎年変えてんでしょ。サイトから今度は何をするの？まあそういうふうに思われてしまうと思うんですけど、十何年やってるなんて俺は絶対嘘だって1年しか持たないって被害届いっぱい出てくるからもう出てるじゃない、ね、さそれどこから聞いてる？ネットで見るともう出てるね相談コーナーに被害届が、はい、出てますよ。被害届が出てるかどうか、はい、出てます出てます、先ほど見えましたからほら、はい、被害届があるとうちの会社ってまず営業停止になりますよね、警察が来て。でその前にもう、ホームページを閉鎖しちゃうでしょ。ね。で、逃げちゃうでしょ。また新しい名前にしてね。頑張ってね、良いお年をお迎えください。
まあ、そういうふうに思われてしまうのは仕方ないと思うんですけど、まあ、じゃあそういう会社じゃないっていうことはですね、伊藤さんに分かってもらいたかったんですよ。いや、分かんない、分かんない、分かんない、絶対分かんないって。まあ、良いお年をお迎えください。あ、でまあ、すいません、田村の方がいろいろとお話ししたみたいで。いや、謝る必要ないで。この野郎、ちょっと怒ってよ。伊藤さんって気分大したんじゃないですか。いや、面白かった。ありがとうございましたってお礼言っといて。ああ、そうですか。はい、遊ばせていただきましてありがとうございました。わかりました。はい。まあでも、いつも競馬場会社のもん、そんな付き合う必要ない人だったらそこまでやるんだったら。ない、全然、私競馬で全然やらないもん。ああ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。競馬なんかやったことないですよ。で、なんで申し込んだんですか。いや、だから詐欺師を調べてる。ああ、はい、そうですか。そういうやつ結構多いからね。気をつけた方がいいよ。詐欺師ハンターと言ってね、なんかそれを面白がってやるやつがいるから気をつけてね。じゃあもともと伊藤さんがそういった経験があるから、ちょっと今度からそういうふうにやってみようってことだったんですか。いや、まあ多少は競馬やったことあるよ昔ね。はいはいはい、若い頃やったことあるけど。はい、はい、ということで良いお年を。わかりました。はい、じゃあね、バイバイ。はい、ありがとうございます。